握手会前夜。はい、本日は2024年の7月12日なんですが、13、14と、パシフィコ横浜の方でですね、 AKB48 個別握手会が行われるということで、小島もなんかこなれてきましたね。はい、小島としてはですね、3月に1回行って、4月に、まあ、2日間行って、まあ、今回そのまあ大枠で言うと3度目の個別握手会なんですけれども、もう気合が入っております。と言いますのも、見てください、この頭、髪色。はい、こちらね、あの昨日美容院の方であのちゃんとね、しっかりブリーチをしていただいて、プリンも直して、髪もあのカラーを入れてもらってですね、切っていただいて、こんな感じになっておりますので、これをねまず言わないと、なんか小島さん見かけたら声かけてもいいですかって言ってくださる方をちょっと迷子にさせてしまうかなと思ったので、あの1個前の動画までは結構そのガンガン髪の量も増えて、めっちゃプリンでちょっと金髪でみたいな感じだったんですけど、いやあの今こういう風貌なんで、あのぜひあのもしお声掛けいただける方はこういうやつをあの探してほしいんだけど、であのここの髪の毛がね、私こっちに行きがちなんだけど、こうやってあのちゃんとこっち、分け目的にはこっちだからねっていうのはあの美容師さんに指導をいただいて、あのちゃんと なんとかあのこっちに行くように努めてはいるんですけどであのね、生配信とかで散々あの悩んでたんですよ。首熱い夏で1年間ずっと髪の毛伸ばし続けてたんだけど、ちょっともう夏はやっぱちょっときついかもってことで、あの見えますか、こんぐらい割と、まあ、バッサリなのかな、行きましたね。私ってわかるかなこれというのと、まあ、直近の話をさせてくださいよ。先日ね、7月10日にあのリミスタというねイベントがありまして、でね、私あのかなり AKB の初心者でございますので、リミスタって何って思って、リミスタだっけ、もうそもそも 略し方みたいな、で何の略だそもそもみたいな、で何をする会なんだっていうのが全然分かってなかったんだけど、なんかリミスタ、なんか締め切り受付この日みたいな、この時間みたいなのがあったから、なんだなんだっていう風に疑問を抱いてたら、そのフォロワーさんがこういう感じのやつですっていうのを教えてくれて、まあ、簡単に言えばなんかまあインターネットサイン会っていう、まあ、ニュアンスで、その自分がその対象の商品を買ったら、メンバーの子が生配信の中で購入した人の名前と、まあ、その購入時に書かれたコメントを生配信中でリアルタイムで読んでくれるっていう、でそこにサインも書いてあって後日その送ってもらえるっていう、だからまあサイン入りの CD が買える、でそのサインしてる様子、メッセージ読んでる様子がこう生配信で見れるっていう、すごく面白いイベントだなと思って、あのすごいなと思って、その教えてもらってさ、やっぱ経験したことないから、で結構さ、やっぱ推し活のさ一番の悩ましいポイントってさ、お金の配分じゃないですか。なんかつぎ込みすぎたらその人生に支障をきたすし、でかといってそのお金が問題でやりたいことをやれないみたいなこともなんか違うしと思って、だから最初はリミスタに応募するか、その握手会の枚数を増やすかっていうのはどっちかの天秤だったんですよ。でだけど握手会はもうすでにちらほら買ってるし、過去に経験もあるので、だったらばリミスタというその私の知らない世界を一度体験してみたいなと思ってこう応募したんですね。そしたらあの抽選に当たりまして、でサイン書いてくれる日が7月10日だよっていうことで、そのこうワクワク、ま、待機してるわけですよ。でね、そこで私はあの向井地美音さん、ミヨンのリミスタを購入したんですけど、ワクワクみたいなのでこうあの待っていたら、最初にその小島っていうひらがなで表記で、あのミーヨンがあれ YouTube の小島さんっていう風に気づいてくれて、それがおーうわーってなって、だからそのあんまりさ、そのなんだろう、わかんないようにっていうか、なんだろう、あんまりこの YouTube やってるやってるっていうこう宣伝とかなんか売名みたいな風にならないように、そのコメントとかもなんかそういうの書かずに、なんかあの人かもしれんぐらいのニュアンスで伝わったら嬉しいなっていう風に思ってはいたんだけど、そのミーヨンの方からその YouTube のっていう風に聞いてくれたから、はいそうですそうですってできて、
で、その周りの方のコメントがね、小島さんの YouTube 見てますとか、チャンネル登録してますとか、これから見ますっていう風にこう書いてくれてる人が本当にいっぱいいて、多分それにすごい助けられたっていうところは本当にあるなと思ってて、だからまずそこにもありがとうございますってすごい思ったし、ミヨンが結構割とね、そのしっかりと私に、まあ、見てるっていうのと、なんかそれが嬉しいっていうようなことを言ってくださったのでだからこう汗かきながらさ、おいおいちょっと待ってくれ、すげえ触れてくれるじゃんっていうので、もちろん嬉しいだよ、嬉しいっていう感情で、おー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 おおってなって、じゃあその時のその私がおーおーおーってなってる時の様子も動画に撮ったから、でそれを載せるっていう旨をね伝えているので、まあ、一応載せるんだけど、こんな感じ これちょっとやばいかもあー、この後ライブ配信待ってます。勘弁してくれ勘弁してくれ、ありがとうございます。くじけそうだけど、ありがとうございます。自分もやっぱ YouTube ソロで始めたタイミングもあって、なんかファンの方、応援してくれるファンの方でもありつつ、ちょっと仲間みたいな気持ちでお互い頑張りましょうって思ってます。ありがとうございます。AKB のこと広めてください、よろしくお願いしますっていう気持ち。先日当選しました、ありがとうございます。小島さん今頃進出してるよ。小島さん寝れませんね。登録します、ありがとうございます。こんなことあるこんなことあるこんなことある これさ、いや、よかった。じゃあさっきさ、もうほんとリミスタが始まるさ、一部の始まる6時半の瞬間にさ、こうお皿拭いてたの、こうやってお皿拭いてて、パーンってこうスルンって落としてさ、パリーンって割ったのよ。でそれはさ、一人暮らし始めた時にさ、スヌーピーミュージアムで買ったすごい大事なさボールだったんだけどさ、3年前ぐらいかな買ったの。それはさ、パーンって割って、もうすごい粉々に、でさ、あ、もうこれはもう時代が変わる、何かいいことが起こるに違いないって思うしかないなと思って、リミスタって思ったらさ、すごい自分の想像を上回る以上に反応していただいて、こんなことある？ちょっとライブ配信しないと。心臓が。なんかさ、いや、これやばいだろ。やばいだろう。マジで熱い。マジで熱い。これさ、この、いつもさ、ライブ配信とかに来てくれてる人たちもさ、みんなもさ、喜んでくれるんじゃない？え、どうしよう、この週末握手しに行くんですけど、どうしたらいいと思いますか？
いや、これ家族にシェアしちゃうよね。家族と友達にちょっとシェアしちゃうな、これ。ありがとう、みーよん。本当にありがとう、こんな風に。なんか、人生、悪いことばっかじゃないね。本当に、でも基本的になんかニヤニヤしててなんか焦ってる感じだからなんか伝わりづらいかもしれないんだけど、めちゃめちゃ嬉しかったですね。本当にありがとうございます。マジで嬉しかった。記念すべき日だと思う。で、さらにその今まで私の動画をずっと見てくれてた人とか、だから本当にこの半年間推し活を始めてからの半年で、その小島はじゃあミーヨンに認知されるのかどうなのかとか、この YouTube のことは伝わってるのかどうなのかみたいなのを、どうなのえ、どうだろうみたいなことを、こうみんなもこう生配信とかでこうだったらいいですね、あったらいいですねっていう風に応援してくれてたから、なんかこう周りも喜んでくれてすげえ嬉しかったです。本当にこれ見てくれるかな、わかんないけど、だからもう友達にもさ、聞いてくれーっつって、聞いてくれー、もう私はただのおにぎりじゃねえぞっつって、で友達も喜んでくれたから、周りが喜んでくれた私ももちろん嬉しいで、嬉しいの割合はもちろんあのすごい高いんだけど、身が引き締まる思いをすごいしたんですね。だからそんな風に触れていただいたのであれば、なんかしっかりとしたコンテンツを届けしたいし、まあその、まあ、気を張るわけじゃないけど、だからその、まあ、どのように見られてても、まあ、恥ずかしくないように改めてね、そう思いましたね。まあ今までもちゃんとそのそういうのは考えてやってきたんだけど、その誰が見ても大丈夫なようにっていうのは、でもなんかより一層っていうその自覚しましたし、そうだからね、その周りの人が、あの、そのショールームのリアルタイムでもコメントで盛り上げてくれたっていうのが、あの、まあ、そのまま、それがそのままその安心感、その、あの、ちゃんと小島って変なやつじゃねえんだなっていう安心感にもつながったと思うので、本当にその点は特に、その、しかももともと見てくれてるっていう方も特に、そういうのは本当に嬉しかったので、ありがとうございました。っていうことがあったんです。あったんです。その上で、明日、握手会だー！ということでございますよ。いや、面白い。だからもうさ、その4月のそのゆきりんがいた時の握手会からこれ7月じゃん。でその間にもいろんなね、その AKB ファンの方との交流がね、その生配信とかでこうできたので、その前よりはなんだろう、仲間たちみたいな人が多分多くて、今までとはまた違ったあの雰囲気で楽しめるんじゃないかなって思うし、多分いろんな動画が撮れるから、なんかその後に出せる動画がいっぱいありそうな予感がしてるのがすげえ楽しみっていう。だからもし握手会で推しへの熱い思いとか、これがどうのこうのっていう、その声だけでもいいから、その顔出さなくていいからね、もちろん、なんかいろいろあの私の動画に収まってくれる方がもしいるのであれば、あのぜひその旨を伝えていただきたい、はい、と思いました。いや、おもろいなポリポリ。いや、おもろい。いや、マジ髪の毛マジで切ってよかった。見た？さっきの動画。本当になんか、もうこうなった今思うと、なんであんなボサボサで私平気で暮らしてたんだろうってすごいあの、思うんだけど。よかった。ですね。一回止めよう。でさ、あの、昨日、なんか改めて自分が初めて劇場に行った動画とか、初めて握手会に行った動画とかをちょっとこう振り返ってみたんですよ。私ってどんな感じだったっけみたいなって思ったらさ、もう半年前とかよ、で去年の12月末とかなんだけど、本当に何も知らない人間すぎてめっちゃ恥ずかしかったんだけど、なんか本当にあの、そこ本当12月からこの7月まで、まあ、半年今日とかの間に、私ってすごいのめり込んだんだなっていうことが、なんか自分の動画を振り返って分かりましたね。だから最初は本当に訳も分かってなかったし、全然なんか見てもらうと分かるんだけど、本当に訳分かってないんですよ。で今も別に訳分かってないんだけど、だからなんかすごいなんか自分が楽しめてんだなっていうことを客観的に見れたから、本当になんかそんな半年を過ごさせてもらえて、本当にありがたいなって思うんですよ。AKB すごい。AKB すごい。でね、
思ったんです。この前、まあ、Perfume のねファンの友達に本当コロナ前ぶりぐらいに再会できて、でその子は同い年の女の子なんだけど、ちょっと最近あの Perfume というよりちょっと AKB に急にハマり出してその動画ばっかり出してるんだけどみたいな話をしたら、そうだよねみたいな風に言ってくれて、え、大丈夫、その AKB とかその大丈夫なタイプみたいな。世界の人口で見るとさ、その好きな人ももちろんいるし、興味ない人ももちろんいるし、嫌いな人ももちろんいるじゃん。だからその、え、大丈夫？ AKB の話しても大丈夫な感じっていう風に聞いたら、むしろ好きだったっていう風に言ってくれて、それ、ってびっくりして、その、眉毛推しだったとか、その前世紀の時は音楽もいっぱい聴いてたとか、なんなら眉毛とか、あっちゃんとかの写真集も買ってたよ、みたいな。マジでってなって、なんかなんならそのだいぶ好きっていう、マジってなって、だからそれ知らなかったんですよ。でさ、確かにさ、そのあんまりさ自ら進んでさ AKB 好きなんだよねっていう人を見かけなかっただけで、実はその潜在的には割と好きだったりとか、その言わないだけでねっていう人が実は多いんじゃないかっていう発見があったんですよ。だからその潜在的なファンを引き出していけるのではないかという希望を見出して、だからあんまりさ、そのなんかまあ歴史もちょっと歴史というか、あの時代もどんどん変わってきてはいるけど、ちょっと前ってやっぱりそのアイドルが好きだっていうことってこう表現しづらい領域ではあったと思うんだよ、今より。だからだけど好意的な気持ちを持ってるよっていう人がいるんだきっとと思って、ぜひそういう方にはそのこういう良さが今もありますよっていうことを提供していけるんじゃないかという希望を抱いたんですよ。で、私はそういう潜在的なファンをちょっとこうに種をまくっていう役割を担いたいなっていうことをすごい思いましたね。だからもうマニアックな、もうコアなファンの方たちはもう最初から好きだから、私はもう「おーい、興味あったやつ いねえか?」みたいな、「おそこのあなた」みたいなことはなんかできそうだなみたいなことは思ったから、まあそういうね、ちょっとずつだけど、まあ今の AKB のその魅力みたいなものがなんとなく周りに伝わっていったらいいなっていう思いました。イエス。で、今日多分アップティーが届くはずなので、それをまあ待ちたいと思うけど、ちょっと出かける用事あるけどみたいな感じで受け取らないと困っちゃう、明日着るもんがなくなっちゃうから。そんなこんなで本当にこの半年もう嬉しいことがもう本当にこうやって起こって、もう挙句の果てにはリミスタでメッセージをいただけるという、なんともね、ありがたい、こんな体験ができる2024年になるとは思ってもいませんでおりましたので、まあその今回の握手会でもいろんななんかまたね気持ちが高まってくると思うので、なんかその辺の後日談というか、その現場での話とかをもし楽しみにしてくださる方がいるのであれば、ぜひ見てもらえると嬉しいです。で、まあチャンネル登録、本当はね一生懸命頑張ってその握手会までに3000人だとか思ってたけど、なんかあれよあれよと日が過ぎていき、あっという間にその日が来てしまうので、まあ無理だった、無理だった、まあね、緩やかに本当に増えてきてはいるので、本当に皆さんありがとうございます。全然マイペースにやっていこう。で、年内、まあ5000人を目指すという、目標は一旦掲げておきますので、ぜひまだチャンネル登録してない方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもお願いします。では、握手会、前夜でした。またね。またねっつうか、明日ね。切ります。